LG Electronics LG V30L-01、KLG Electronics LG G シリーズ L-01、KV30L-01K は、韓国の LG Electronics によって、日本国内向けに開発された、NTT ドコモの、第4世代移動通信システム、第3.9世代移動通信システム、第3世代移動通信システム対応端末である。 ドコモスマートフォンの一つ。ここでは漫画、ジョジョの奇妙な冒険とのコラボレーションモデルであるジョジョ L-02K についても説明する。L-0HJ の後継機種で、グローバルモデルである LGV30 の日本国内ローカライズモデルとなる。なお、グローバル版では 64GB モデルの V30。 と 128GB モデルの V30 の2種類が用意されているが、ドコモではこのうち 128GB モデルの V30 を取り扱うことになる。仙台機種と比較して画面サイズがアップしており、さらに Google の VR プラットフォーム、DayDream にも対応している。仙台機種では IPS 液晶を採用していたが、本機種では UKL を採用している。 動画撮影機能が強化されており、映画のように撮影することができるシネビデオ機能を搭載。また、動画撮影時に自然なズームを可能とするポイントズーム機能が搭載されており、タッチした場所が自然に画面の中央に来るようにズームすることが可能となっている。音響面では仙台機種に引き続きバングオルフセンが監修しており、新たに MQA フォーマットの再生にも対応している。その他の機能として新たに見る STD810G 相当の対衝撃性能を装備している。キャッチコピーは映像の革命を手のひらに、デイドリーム対応機 e l スマホ。漫画、ジョジョの奇妙な冒険とのコラボレーションモデルで2012年に発売された L-06D ジョジョ以来約5年半ぶりの 同社のスマートフォンとのコラボレーションモデルとなる。背面には、第5部、黄金の風に登場するスタンド、ゴールドエクスペリエンスが刻印されている。その他の性能は L-0HK とほぼ同等となっている。なお、本機種の、ジョジオホワイトはグローバル版には、用意されていないホワイト系のカラーバリエーションとなる。ありがとうございます。